おはようございます。オンザウェイジャーナル水曜日、県の NPO 代表の工藤康です。今日はちょっと大きな話をしてみたいと思ってます。僕たちは日本の未来ということをずっと言ってるんですが、じゃあ未来を作るための戦略っていうんですかね、ということをどういうふうに考えればいいのかっていうことなんですね。で、実を言うと僕たちの NPO で4年前にですね、そういうことを一回挑戦したことがあるんですね。で、その時はですね、一つのこう方法論があったんですね。まず日本のその生き様とか生きる道を考えるときはね、世界がどういうふうに変わってるのかっていうことを考えなきゃいけないんですね。世界の潮流の変化を考える。それからそれに対して日本の強さ弱さをきちっと考えなきゃいけないわけですよ。で、強いところをやっぱり伸ばしていかなきゃダメなんですね。で、もう一つ最後はですね、じゃあ日本としてどういう国になりたいのかと、何をしたいのかっていう、その3つがあって初めて戦略っていうのは作られるんですね。それで僕たちは4年前に日本のパワーアセスメントって日本の評価ってことをやりまして、それはかなり大きな話題になったことがあったんですよ。で、今回僕は日本の未来ってことを考えてますので、じゃあせっかくの機会だから世界の潮流ですね、大きな世界が今何が今変わろうとしているのか、その中で日本は何を考えなきゃいけないのかということを考えたいというのが今日のテーマなんですね。で、そう考えてたら僕の友達でですね、ぴったりの人がいたんですね。まさに国際経済のかなり専門家で、早稲田大学の教授で深川由紀子さんという女性なんですが、非常にね、ズバズバ言うので初めて会った人はびっくりしちゃうんですが、かなり本質的な話をされる方なんですね。それで私ちょっと行ってきましたので、それをベースに2011年世界の中で日本は何を考えればいいかということを今日は皆さんと考えてみたいと思います。では早速深川さんの話を聞いてみたいと思います。だから私はね、2011年はやっぱりその構造、世界が行こうとしている構造変革というのはものすごくはっきりしてくる年だと思うんですよ。で、いわゆる G7 はみんな経済破綻しているわけですよ。もしくは財政危機で日米を全部悪いっていうね。で、しかもその大国が台頭してきて、その小さい途上国は一つずつは小さいから、束になれば G7 で抑え込めたんだけれども、ロシア、中国、インド、ブラジルで、まあ、その他もあるけど、この4つってみんなやっぱり大国意識がものすごくあるわけですよね。で、しかもその G7 の仕切る世界にすごい恨みを持ってるっていうことですよ。共通して言えることは G7 の仕切ってきた世界を変えたい、これはもうみんな共通してるわけですよ。だから欧州が、中国の支援を頼まなきゃいけなくなったのが始まりで、で、それが始まりで、あとアメリカの通貨っていうのはまさにそうですよね。中国は国債買ってくれなきゃ終わりなんだからでしょっていう構図で、そのやっぱ新興国と G7 のね、やっぱり力の交代っていうのはものすごく鮮明になってくるんですね。で、そうするとこの島の経済力しかなかったこの島のもう凋落っていうのは著しくって、国際社会の中って大国として生きるか小国として生きるかはゲームが違うんじゃないですか。で、この国って今まで大国だったわけですよ。国連だっていまだに分担金2位でしょ。それ大国なんですよ。だから問題はその小でもなければ大でもないんですよ。で、大からダウンサイジングしていく戦略はないんですよ。だから大はもう維持できないっていうことをまず20世紀の人たちに分かってもらって、で、自分はどのぐらいのサイズの国として自分を認識して勝ち組になれるところを見つけるかっていうのが2011年のやっぱ課題だと思います、うん、で、それについて国民のコンセンサスをやっぱ作るっていうことですよ。日本はもう中なわけですね、うん、いつ頃から中になったんですか。やっぱり象徴的には今年、中国に抜かれた今年、うん、それからあとやっぱりインドと中国、今年というのは2010年ですね、うん、国民とそういうことをベースにしてどういうふうに日本が生きていくかということを提示する段階に来ているわけですね、うん、そうすると2011年なんだけども、まず EU が結構厳しくなるんですか。 EU 厳しくなると思います。その G7 が崩れ始めてくる、うん、だ EU は財政危機、財政危機、アメリカは分かんない、通貨危機が先に来るか財政危機が先に来るか同時に行くかよく分かんない。それもだから常に今誰が一番危ないかっていうババ抜きゲームですからね、うん、みんな悪いんだから基本は。で、 EU がもしくは崩れていくとどういうことになるんですか。 EU は分解するんですね。分解するんですか、あれは。いや、だからだって今の危機からの脱出方法は分解するんです。ただみんなで連帯責任みたいになっちゃうわけですね。だから今連帯責任を続けていくか、うん、分解するかの政治的決断ですよね。で、今はまだ政治的意思固いわけで、ドイツ頑張ってるから、うん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 、だけどそれもドイツがやめたって言った瞬間に
するとどうなるんですか、もしくは分解した場合は。分解するとまたちっちゃい国になっていくわけですよ。で多分そのアイルランドとかね、ギリシャとかは通貨が暴落して、うん、まあ、暴落した中で何か新しく考えてもらうしかないですよね。だけど、うん、まあ、不良債権切り離せるからね。あ、そうですよね。そう、日本はそういう国際政治の中でダウンサイズ、まあ、ちっちゃく現実になっていくんだ、ちっちゃいというか中ぐらいになっていくんですが、どうすればいいか。トータルな GDP 規模が中国より小さくなるのはどうでもいい話で、うん、問題は一人当たり所得を世界の中でこれ以上貧しくしないようにしなきゃいけないわけですよ。だから世界第2位だったものが今28位ぐらいまで起こってるわけでしょ、一人当たり。そうですよ。もうだから2位だったのは輝けるバブル崩壊前ですけど、そこからやっぱりヨーロッパがガーって上げたんですよ。それを最低に維持するってことですか。そうそう、これ以上落とせないの、ていうか上げなきゃいけないの、一人当たりは上げられるんですから、うんうん、生産性が上がれば。なるほど。じゃあそのためにはどうすれば。だから経済連携、経済連携と、あと日本の構造改革、ね、だからヨーロッパが上がった過程というのはドイツやフランスが1カ国でやってて上がりっこないの、あんなに、うん、でこうみんなくっついたから5億も市場いるから、うん、上がりますよね。だから価値観同じのあるでしょ、台湾とか韓国とか、うん、ASEAN の上の方とか、うんうん、でこの辺はもうもっと深い統合にしなきゃダメなんですよ。深い統合ってのは関税引き下げるだけじゃダメで、うん、日本も農業を開けなきゃいけないし、うん、それからやっぱりサービスとか人の移動とかね、これがやっぱり一番結びつきが強いんですから、うん、でこれやっぱり競争条件とか、まあ、社会不安の問題とかもあるから、うん、相手がある程度民主主義でその共通の体制を持っていて、うん、で例えば二重 犯罪取締役協定とかそういうのをやっぱりやってくれる国からやっぱりすごくレベルを上げていってっていうことで固めるんだと思いますよ。そうすればやっぱ ASEAN 全、うん、ASEAN の先発と韓国台湾とか日本とか入れるとだいたい5億近いですよね。うん、でやっとヨーロッパと同じなんですよ。だから私は韓国を最初の起点としてものすごく高いレベルにもう一度グレードアップして、うん、でタイとかマレーシアは、まあ、日韓並みのレベルに来なさいと、入りなさいって言って、うんうん、まあ、日韓の FTA 問題をベースにしながらその高いレベルでの FTA のレベルにみんなを上げていって、うん、そうそう、日本がつながっていくというところ で自分も農業を開けるんですよ、その場合はね、うん、それに合わせて日本 の、その構造改革を急げるかどうかですね。でだからアメリカにいきなり開けるのに比べればアジアの農業なんか大した生産性じゃないか、大したインパクトなんかないの。だけど政治的にはねすごくパフォーマンス効果あるわけですよ、アジアの皆さんに一番先に開けますっていうのが、うん、でそういうの政治家がやんなきゃダメじゃんっていう、うん、でそれがこうできてその次はどうなるんですか、うん、だから結局中国も入るんですよ、もう別れられないですよ、うん、もう今更、うん、それ無理でしょ、財界からね、うん、経済界がそうだけど、うん、その中国の横暴とかわがままを許容するためには必ずアメリカとの関係っていうのはいるわけですよ、今の日本の力では、うん、それは昔みたいに世界第二の経済大国じゃないから、うん、ミドルパワーだからね、うん、でアメリカに向かってはいやうちをゲートウェイにして、だからアジアゲートウェイなんですよ、うん、他のアジアにみんなゲートウェイとして商売やったらいいじゃないですかってね、誰も、うん、あの空気悪いね、上海とか北京とかあんまり行きたくなければうち、ん、に駐在してカバーすればいいし、日本に東京 に東京に、まあ、あるいは九州 に、九州に、うん、でもう飛行機いっぱい飛んでるし、ね、物流も自由だからいいですよ、うんうん、そういう形で国を開くというのはまさにそういうことを考えて、うん、と私は思ってるんですね。でそれに対して政治の動きはそうなってないわけです。だからまずねその FTA にはだから3通りしかないわけ、大中小と。で大はもう大のゲームがあるわけで、うん、別に自分が働きかける必要なんかないですよ、向こうから行ってくるから、市場大きいから大国ね、大国、はい、で日本もついこの前までそうだったんですよ。だからロードマップがないんですよ、うん、韓国は小だから、うん、自分から言わないと誰もやってくれないわけ、うん、だから一生懸命言ってるわけですよ、ロードマップ作って、うんうんうん、でシンガポールとかはもう好きなようにやればいいわけ、うん、別にフリーハンドだから、うん、っていうことなんですよ。でその大中小の戦略ができてなかったから、もしくは大のゲームをしてたらいつの間にか中になってたから、うん、だからみんな国民がもううちは大じゃないのねっていうことを認めてくれれば FTA もやりやすくなると思います。深川さんの話はかなり本質的で、
つまりその経済規模を競うような時代ではもなくて、日本はもうすでにそこから目は落ちてると。だけど日本の一人一人当たりの、ね、所得をきちっと守ろうよと、またそれを拡大するために日本の経済体制を変えなきゃいけないんだと。ただそれを日本の政治ができるかどうかということが非常にポイントだと言ってるわけですね。でその部分をついに話してますから聞いてください。